これはあれですか、TRD のやろうか、モデリスタ。これが最初からついてた。これは後から。後から。あ、このフレアードで。前後。前後なんです。はい。かかる手はついてます。これが高いんですよ、やっぱ。めっちゃ高いです、ね。いくらですか。前後で14万ぐらいします。そんなしちゃうんすね。予想が結構高いんですよ。ピッチングも良さそうですよね。そうですね。で、車高とかはノーマル。ノーマルですね。まあ、これからやっていくんですか。落としたいですね。まだ買ったばっかりですか。買ってからもう10ヶ月ぐらい経ってますか。じゃあもう慣れましたね。結構慣れました。ジョンはそうなんですか。純正のメーカーナビがついてて。いいですか、ね、はい。メーカーのオプションなんですか。メーカーオプションですね。な、何か違うんですか、機能的には。ナビの。ですね、スーパーライブサウンドシステムがついてます。いや、スーパーライブついてると数が違ったりするんですよね、でもね、スピーカーのなんか4つか5つか増えてるみたいで。あ、そんな増えてるんだ。あ、カタログも入ってるじゃないですか、これ。あ、そうなんですよ。やっぱ積みますよね、10万積んだもん。あ、まあ、距離が13万9000キロ。これ 2.5 っすか。これ 3.5 です。あ、じゃあ一番上のやつ。そうですね、このボディで 3.5 だったら早いんじゃないですか。そう、相当加速いいですね。燃費は持ち乗り、本当下道だけだと 5.5 ぐらい。あ、リアルね。あ、そう、結構やっぱ食いますね、やっぱね。まあ、結構踏んじゃうんで、それもあると思うんですけど。ここはシートがホンダ版になってますね。これがオプションなんですね、はい、革シートがね。あんまり見ないですね、ホンダのシート。あんまり見ないですね。いや、まだこれからカスタムをしていこうと。楽しみですね。まあ一つ一つが高いから。そうなんですよ、大変ですよ。このエアロだってね、さっきね、十何万だって言ったけど、すごいですよね、金額が。そうなんですよ、鳥に近いですね。車高調も多分ね、10万前後はねするかもしれないんで。ですね、全部入れたら。そうですよね、はい。テールランプを後期型のスモークにしたいです。これは何、前期ですか。これは中期型です。中期型なんで、はい。じゃあ後期からここがこうスモークっぽいっていうか、はい、全く同じデザインなんですけど。このスポイラーは純正の。これは TRD のリアスポイラーです。TRD なんだ。これカッターですね。もともと車外のリアストレートを買ったんですけど。ああ、そう。で、結構落としちゃうんじゃないですか。ディーラーでつけてもらったんですよ、エアロー。はい。その時にディーラー入れないんで、純正に変えて。音がアウトですよね。はい、そのままですね。結構音でかいですからね。あの V6 のこのストレートは結構でかいんですよ。だからもうダメって言われちゃうんだ。でも距離の割には状態綺麗ですね。このライトも、これは中期からこんな感じ。中期のヘッドライトですか。後期はまた買うんですか。後期はあのこれと、あと三眼のヘッドライトで分かれるんですよ、ね。中期もいいじゃないですか。そうですね、僕個人的にこれ好きなんですけど。結構目立ちますね。そうですね。これはプリクラス、はい。あ、プリクラスなんだ、これ。標準だと、これが出てる感じですよね。そうですね。1.5 リッターの、これプレミアムっていうプレート。あ、プレミアムなんだ。はい。そのプレートだけ標準でついてるみたいな。ああ。じゃあ、次の時はもしかしたら、なんか変わってるかもしれない。かもしれない、ね。かもしれない。